ここで小籠包を食べます。140元です。ビールは60元。お店の名前は金智元。金智元 Maybe 我的中文我的中文也不好。金智元でいただきます。それではだから飲んでる時間です。そうだね。これね、俺一番好きなんだよね、台湾で。入れようか。すいません、じゃあお願いします。ありがとうございます。台湾ゴールドメダルラガーかな。日本でいう多分朝日とかのキリンみたいな。そうでもないね。これは結構ね、うん、しっかりしっかりビール飲みたいときは基本これを飲んでます。ありがとうございます。あ、いいの、プレート。台湾ビール。昨日のはちょっとあれだよね。お外行きのクラシック台湾ビール。生18のやつは。うん、18のも美味しかったけど、やっぱ台風。うん、ありがとう。ビールが美味しかった。また今日もいろいろ行きましょう。ゆっくり今日は。ゆったり4関係。知恵。あ、今日買ったの見せてください。よかったら。なんだこのテレビ局の人みたいな。チャーツーパン。チャーツーパンの。のハンドウォッシュ。いいですね。すごい香りするの、ラベンダー。の香りする。これでおいくらでしたっけ？これは400元。いいね。ちょうどいいね。ちょうどいい。お土産にもいいと思う。お土産にもいいし。オンリーイン台湾。日本では売ってないやつです。ね、お土産もくれました。本当だ。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと違うよね。これまた3対1ぐらい。うん。ここに入れる？ここに入れる？こっちに入れる？ここに入れる？あ、ありがとう。生姜を取って結構たっぷりで、あ、お好みで醤油ちょっと、うん、醤油俺2対2ぐらいに1対1ね失礼しました2対2ってなんだよ。いただきます。どうぞ。あ、スプーン、ちょっと待って、スプーンがいいよ。 ある2本ありがとうね。すごい暑いから、絶対暑いよね。暑すぎると思うから、ちょっとこれで冷ます。つけてリラックスさせて、小籠包ちょっと休憩させて。なんか生地がね、薄い、うん、天体粉のと全然違うと思う。リラックスしたかい。破けちゃう。気をつけてね。あ、すごい、あ、すごい。そんな暑くない。どうしよう、どうやって食べよう。いけそう。あ、おつま。うん。おいしいですか。あ、おち。おち。ありがとうございます。フェイちゃん、ハウシ。イエイ。ガン、サラミ。
それとって意味だから、うん、ガンディン台本を見ちゃうし、難しいです。ガンディン、ガンディン台本もうジャオビビジャオもうビジャオ市販ジャビ難しいね、中国語。加油加油！我也觉得这一家真的很好吃，我比较喜欢这里。啊，でいつも撮ってるところが、食べてるとこ撮ってるの？持つ？あ、いいよ。あ、違うね、本当。うん、薄いよね、皮。すごい、皮のところが。すぐ、ね、うん、いただきます。すぐ破けちゃいそう。美味しいよね、うん、え、こっちの方が美味しい。うん、真的很好吃。肉の味というか中の味がしっかりしてるよね。ね、ほんと。ちょっと大きいから食べるの大変だけど、確かに見たい方よりちょっと大きい。うん、満足感があるね、うん、こっちの一個一個が。谢谢。甘みが強い。美味しいですか？うん。ここのね、もちもちしてるよね。もちもち。これはね、月一で来てる。うん。だしとかスープとかもぜひ。美味しい。よかった。甘みが。そうね、ちょっと甘み強いかな。これ入れても美味しいかもしれない。ラーチャオ、ラーヨ、ラーユ。でも辛そうだね。ちょっとでいいと思う。上積みだけでも。上積みって方言違う？上積み言うよね。上積みだけでも。でも関西の言うことは信用しちゃダメかもしれない。西の方言かもしれない。かもしれない。お肉食べます。いただいてください。美味しいですか？美味しい。よかったです。ラー油入れても美味しい。牛肉。原味、オリジナルも美味しいね。本当だ、甘みがすごく強い。これ好きな味だ。トマトのやつとまた全然違う。そうなんだ。結構なんかホッとする味、ね、うん、冬の山の登った時に食べたい。あ、食べたい。これ出てきたらすごい感動する。最高。ちょっと日本の肉うどんみたいな感じもする。うん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 。これは日本の人好きな味だと思う。好きな味だと思う。肉うどんもちょっと台湾っぽくして、うん、麺が刀削麺で、うん、これ美味しいです。ただ小でいいと思う。結構多いです量は。コーヒーね。めっちゃコーヒー。But your company pays is like yeah, yeah. So they pay, but it's already so cheap, right? Yeah. Do you know where the coffee shop is? North of Munich. It's a little Bavarian coffee stand. 美味しいですか？初めて飲んだこんなスタウト。これもめっちゃ美味しい。どうぞ。これは5番のアメリカン IPA。 めっちゃコーヒーすごいね、これ。これはなんかダブルトリプル IPA っていう、これめっちゃ濃い。結構濃い IPA だね。でもこれが好き。いいね、よかった。これが好き。やった。こっち置いた方が安定するかも、うん、ちょっとそっち。これグラグラだね。美味しいね、これ美味しい。